よいしょ。こんばんは。いきなりですが質問です。皆さんの、違う。怖っ。だからあれだよね。もうさ、習慣ってすごいよねっていう話だよね、今。びっくりした、今、自分でも。染みついてますね。こんばんは。こんばんは。じゃあ、この辺で終わりたいと思います。ではでは。はい、いきなり。あ、ねえ、怖い。もうやーだ。もう消えるわけないよね、この癖が。6年ぐらい、6年7年ぐらいやって、消えるわけないよね、この癖が。本当にもうやなっちゃう。もう、どうしたらいいの？でも無理だよね。開き直るわ、こうやって。ごめんね。ありがとうございました。ありがとうございました。こういうのなんて言うんだっけ、タブーみたいな感じだよね、なんか。全然そうじゃないんだけど、別に言ってもいいんだけど、まあ言わないんだけど。なんかこのタブーみたいな空気おもろい。ありがとうございました。ではでは、バイバーイ。 これいつになったら定まるんだろうね。バイバーイ。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。AKB48 の西桃花です。もう AKB まで言ってたで、もし。やめてよ。 恐ろしい。言ってた。しかも全然気づいてなかったよ、今。全にフル尺でやろうとしてたよね。うわ、これほら、油断したらダメなんだよね。やっぱりセンター開けて、あ、やば。もう、バイバーイ。 いや、せめてさ、キャッチフレーズまではよしとして、 AKB はもうダメでしょ。いや、もう卒業してんだからびっくりしちゃった。バイバイ、おやすみね。ありがとうね、長々見ていただいて。じゃあねー。バイバーイ、おやすみなさーい。